話題チェルシーさん、大ビッグ6にしか本気を出さないよ。現地時間12日、チェルシーはホームでマンチェスターシティと対戦。試合はシティ相手に4対4とまさかの展開となり、前節のトッテナム戦に続き上位チーム相手に前線を見せる。チェルシー上位クラブ相手には良い試合するんだけどな。チェルシーはこれができるのに、なぜ格下に勝てないのか謎すぎるな。チェルシー本当に10位かよ、毎試合真面目にやれ。チェルシーがユナイテッドより順位下なのおかしくね。チェルシーってリバプール、アーセナル、シティに引き分けてトッテナムに勝ってるのに10位なのくさ。チェルシーいい試合したけど引かれた相手は崩せないんだよな。だから下位相手には弱い。とりあえずエンクンク戻ってくるならポジティブ。今季のチェルシーは BIG6 相手によくやってるが、やっぱドン引きカウンターで対策してくる中堅界のチームには弱いけど、ガンガン攻めてくる相手とは結構戦えてるのよな。いかにボールを持たされる展開で勝てるかが今後の鍵やね。今のユナイテッドこそ弱いから逆にチェルシーに勝てんじゃね？スターリングの調子がいい時はすごいけど、これがダメになった時ほんまに使い物にならんからな。ダブルそうなった時にチェルシーがどうなるか見てみたいな。